おはようございます。1日1分社長の道場、本日は、主役は場ということでお話したいと思います。昨日は、第22回目の大人の学校でした。司会を毎回司会をやってるんですが、大勢の前、大勢の人の前になると、勘違いしてしまいます。私が主役ではなく、そこにいるみんなが、その場ということで、これを間違ってしまいますと、ただの飛び降りになってしまいます。会社経営も一緒だと思います。社長が方向性を示すものの、結局働いてくれるのは会社員です。この社員が働きやすいか、これを主役にしない限りは、会社、企業の永続はありません。